巨雲は、中国の禅僧。名は、小岩を、字は、徳清し、法名は、巨雲。福建省泉州府信孔県出身で、属性は、少氏。未建林在州、異業州、総統州、方言州、雲門州五州方脈。1840年9月5日、福建省泉州府信孔県に生まれた。本願は、湖南省庁佐府省号県。 19歳で、福建省、鈴山祐仙寺にて、出家特度、常会指示。明蓮氏のもとで、愚足会を受ける。1892年、明蓮は、虚雲に、臨済州違法を授けた。明る星和尚は、虚雲に、総当州違法を授けた。27歳以後、石膏省天台山、潜水省周南山、四川省ガビ山。 チベットラサの名山古事などで全州の教学を学ぶ。1901年修南山中鈴。1909年慶速山五国宿聖寺中鈴。後、雲南省昆明家庭寺、総計六祖道場南家寺中鈴。寺には住まなかったが最高に尽力した。1942年冬、バイト中慶し、週持ち五国即最大飛行へ。1943年冬。 越北入、源の県雲門山大閣禅寺。寺には住まなかったが最高に尽力した。1952年4月、北京市遠征。11月、北京中国仏教協会発起。1953年6月3日、中国仏教協会創立。名誉会長に就任。全国政教員に当選。1959年10月13日、厚政省。 雲山新四字にて自弱、去年120、放浪101、ありがとうございます。